カナダカップ SM リーガはフィンランドのプロアイスホッケーリーグで同国内の最上位リーグである。1927年から1975年まで行われていたアマチュア主体の国内トップディビジョン SM サリアが終了し、1975年にプロリーグとしての SM リーガが発足した。2013年10月9日、公式サイトにおいて2013から14シーズンより、 SM レガからレガへと表記を変更する旨が発表され、新しいロゴもお披露目となった。SM とはスオミンメスタルースの略でフィンランド選手権と訳される。2019年現在15チームが所属している。上位6チームによって争われるプレイオフで優勝したチームにはカナダカップが授与される。カブリーグは1975年から2000年まで。 国内二部相当のリーグとして、アイ・ディビシオーナが運営されていたが、1999年に、現在の実質三部にあたる、スオミサリアが発足。翌2000年には、現在の二部リーグ、メスティスが始まり、アイ・ディビシオーナに代わって二部リーグに据えるという、再編が行われた。この結果、アイ・ディビシオーナの名は消滅した。以下、地域リーグの、2、ディビシオーナ、3、 ディビシオーナ、フォーディビシオーナと続く。歴代優勝チーム SM、サリア歴代優勝チーム SMD がレガ、ありがとうございます。